イオンモール岡山で恋が始まる。絶賛恋活中の女性のための恋愛応援番組、晴れ町恋の味方。今回恋をしたい女性の強い味方になってくれるのは、イオンモール岡山2階にあるBinich&BLUEジュエリー。こちらはカジュアルさの中にモードテイストを組み合わせたファッションに合わせやすいシルバーアクセサリーを提案しているジュエリーショップ。中でもお店おすすめなのがこちらのピアス。螺旋状になったこちらのピアスは動くたびに揺れるので存在感も抜群。線も細めなのできれいめファッションにぴったり。そしてこちらのショップで見つけた恋が始まるアイテムとは、ダイヤモンドカラーリングペンダント。こちらはシルバーリングとカラーリングが交わったインフィニティデザインのリング型ペンダントになります。シルバーは高品質な素材シルバー925を使用していて、いつも一緒にという刻印の中心には永遠の象徴天然ダイヤモンドを配置、ピンクゴールドのリングとともに上品な輝きを演出します。またメンズ用のブラックダイヤモンドが入ったペンダントもあるので、彼と一緒にペアペンダントとして使えばより2人の絆が強まります。欲しいものいっぱいあったな。ね、なおちゃんちょっといいかな。はい。え？似合ってるね。ありがとう、嬉しい。え？そのペンダントもしかして。ファッションコーディネートに詳しい新井教授によると、ピンクゴールドやシルバーといったカラーはどんな女性の肌にも馴染んで美しく見せてくれるそう。また永遠を象徴するダイヤモンドをはじめ強いメッセージ性が込められているので、プレゼントする時は好き以上の気持ちが相手に伝わるそうなんです。どんな女性の肌にも馴染んで美しく見せてくれるダイヤモンドカラーリングペンダント。イオンモール岡山2階にあるBinich&BLUEジュエリーでこのアイテムをゲットすれば素敵な恋が始まるかもしれませんよ。ここでお知らせ。 OHK ではインスタグラムのアカウント「大晴れライフ」でイオンモール岡山の情報を発信中。ぜひフォローしてくださいね。今日も恋の味方のロケが終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか？やっぱりお揃いのペンダントって嬉しいね。ね、つけられたことありますか？初めて。やっぱり後ろからつけてもらえるとキュンってするね。キュンってする。うん。どうでしたか？僕はもうつけたことないんで、ちょっと新鮮な感じでキュンキュンしました。楽しかったね。はい、皆さんぜひ恋の味方ご覧ください。